ね。はい。はい、では難しいなぁ。 N1 サイドがないです。そっかこっちだけです。今回はホンダ N1RS FF マニュアル仕様で50代男性視聴者さんのインプレッションをするために待ち乗りしてみました。最後まで見ていただくと、ホンダ N1RS FF マニュアル仕様の50代が受けた印象の動画となっております。乗車している感覚でご覧ください。いい音出ましたね。いい音出ますね。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いいたします。紹介する車は N1RS FF マニュアル仕様となります。購入した店舗はホンダカーズ兵庫神戸長田店となります。いろいろ相談に乗っていただきました。概要欄にリンクを貼っておきます。ホンダ N1RS FF マニュアル仕様の印象はどうなんでしょうか。では50代視聴者さんのインプレッションの動画となります。はい、視聴者さんが試乗していただいております。いつもの街乗りのコースを走っていきたいと思います。ちょっと流しはい、安全に行きましょう。安全に行きましょう。僕はちなみに2速に入れるタイミングがいつも下手くそです。ガックンガックンになってしまいます。ちなみに2速発進はできますけど、よく僕それで演奏します。ちょっと緊張すると思います。めっちゃ緊張します。お、二足綺麗に下がりました。一応一応ね、はいはい、昔取ったってきついですけど。いやー、でもね、この車はほんま K の癖にっていうのが多分ハマる言葉やなと僕思ってるんですけど、エンジンの音どうです？エンジンの音、これなんか軽と思えないですね。そうなんですよ。4発いや、3発やったと思う。3発かのぶといでしょ。なんか軽の感じしないですね。しないんですよ。そうですね、これビッツの 1000cc とすごい似てますね。はいはい、クラッチのつながりも全然いい感じ。僕はあんま詳しくは分かんないですけど、クロスしてるって確か S6 の流用っていう言い方もあるかもしれないですけど。まあありますね。いいですね。やっぱ操ってる感出ますよね。いいですね。これはいいです。僕はすごい好きです。やっぱ車乗ってるって感じですね。これいいですね。ハンドゥードライブ。メーカー違うけど。いいですね。いいでしょう。ファミリー向けでミッション乗っても EK 自動車っていうんですかね。いいですね。うん、楽しい。楽しいと思うんですよ。最近気づいたんですけど、オートマずっと乗ってたんであれですけど、こう動かすためにいろいろ頭を動かすなって思って。これは、はい。ボケないんですね、これ。ボケないです。ボケないです。そうです。ボケたら車動かせない。そうですね。あ、これね、昔を思い出しますね。はい、いいですね、これね。あ、いいな、これ。あ、車ですね。うん、この感覚、僕も忘れてたな。あ、これはいいですね。これ、マフラーは普通ですか？普通です。なんかちょっとスポーティーな音が。そうですね。一応、まあ、RS っていうカテゴリーなんで、しようとしてもそうなってんのかなと思うんですけど、一応このモデル CVT のモデルもあるんですよね。その時は7速パドルかな。あ、で前 S6 乗ってた時に7速パドルのやつのものを乗ってたんですけど、それでもやっぱ面白いなって思ったんですが、これを乗って思ったのは、あ、CVT にせんとこっちにしとけばよかったっていうのは振り返ると思っちゃう。わかります。まあ一応ね、ホンダのそのパドルのやつでも回せるんですよ。1速2速で。で、スポーツモードにすればそれが一応できるんで、申し分ないんですけど、こ
これちなみに今エコの状態ですわ。あとで外しましょうか。いいですね。これだけエコでも十分。十分です。必要十分です。これ今おっさん2人乗ってますけど、そうですね、あまりもっちゃり感ないです。多分140-150キロ状態が今、ね、車体にかかってますね。操作性どうです？そのハンドルから。軽のくせに結構ね、はいはい、ハンドル重たくなってくる出るんで、はいはいはい、危なっかしい感ないですね。はいはいはい、なんかそういうチューニングしてんのかな。軽っぽい安っぽいっていうのはないですね。あ、そうなんですよ。まあハンドルの質感も、うん、すごい本革もあるんで、滑らないですね。そうですね。僕結構冬は乾燥肌なんですけど、はい、結構しっとりめしっとりめでいい感じですね。二速で。あ、全然十分。あ、いいです、いいです。これね、でもね、普通に2号とかでも、はいはい、6速まで入れれました。法定速度内で。それやっぱりストップ&ゴーが増えてくると、うんうんうん、下手って4速以上入れたくなくなりますね。これってアイドリングストップだわ。あります。クラッチニュートラルで抜くとアイドリングストップかかります。なんか軽の感じしない。そうなんですよ、うん、でトルクもねそこそこあったはずなんですよ。でこれターボですか。ターボです。ハンドル右側のね i がついてるボタンがあると思うんですけど、それ上下したら右側のモニター変わりますわ。それでターボと g メーターが出てきます。いろいろあるでしょ。あるある。あ、G メーターですか。ターボ。エコモードに今反通しました。じゃあ2号線のバイパスの、はい、上りのところ。上りで。ちょっと今あれですね、クラッチじゃないわ、シフトの手見てますけど、おお危ね。トラック危ね。あ、やっぱ車これですね。車はこれですね。で4速でちょっと坂道、はい、トライしてますね。おー跳ねてる。6速まであるんですか。6速まであります。まあ2345ですかね。楽しいわ。そうですね。いや4速でこんだけ加速してくれたら十分ですよ。はいはい。これ何速入ってるかってどっか出るんですか。これ出てないです。その表記はデジタルで出ない。だから僕も一瞬頭飛んでますよ。あれ今何ってなるときある。これちなみに間違って2入れちゃったら入らないになってますか。なってますね。確かね、初めのところでも3までしか入らへんのかな。でスピード出すぎたら左側はもう2までしか入らへんようになってます。昔某ドイツの、はい、速い車のメーカーの車乗ってる人が6速から2速に間違って入れて、はい、そのまま廃車になったっていう人もいますけど、はい、お釈迦ポンですか。お釈迦ですね。お釈迦ポンですか。ふむーんって終わった。その時の回転数が多分ね、すごいことになってます。もうでもこの車前はスポーツモデルっていう括りなんで、乗り心地の部分とかも、まあ、気持ちはスポーツのは乗ってんねんなって思えば、まあ、全然十分な乗り味なのかなと。乗り味というか乗り心地、足回りもね、はい、全然安っぽくないですよ、ね、はいはい。まあ、車の凹凸はちょっと、はいはい、比較的きますけど、はいはい、全然そんなのは気にならなくて、60で今5速で加速しても、はい、いけますね。まあ、でも僕も今助手席乗って乗るの初めてであれなんですけど、後ろはちょっと軽いなって感じしますね。車の跳ねた時のそれはね感覚は、それはもう仕方ないとはもちろん思ってるんですけど、思ったより反応があるなと思います。気分はいいですわ。いいですね。車を乗ってるって感じもする。そうですね。軽なのにこうスピード出てるっていう感じがしないんで、これもちょっと出しすぎ注意ですね、はいはい、そうです。意外とね S6 乗ってる時思ったんですけど、あれ
後ろはエンジンじゃないですか、はいはいはい、リアのミッドシップでエンジンの音もまあダイレクトやったんです、うんうんうん、でなので出てるなって感覚あったんですけど、あれはだから出てるなって思ってスピード見たら出てないんですよ、うんうん、だけどこれ逆なんですよね、意外と出ちゃうっていう。そうですね、意外と出ますよね、意外と出ちゃうっていうのが、だからそこが結構その性格が違うっていうか。え、これエンジンは前ですよ。前ですよね。前です、前です。そうですね、どこ入れたかちょっと見たい気はします、ね、そう、ちょっと表記出てほしいんですよ ね、どっかメーターに。多分この車買う人って久々にマニュアル乗ろっかなって思う人が多分買うことが多分多いんで、何でもね、やっぱどうしてもこう、不安にしちゃいますよ一台よねこれまあでも N シリーズはよくできた車が多い。いやーこれよく、走るし、ちょっと買い物車にはもったいないですね、これ。そうですね、これ日頃の足だと全然十分と。そうですね、だから通勤を楽しむ車みたいな感覚かな、うんうんうん、で荷物も S6 に比べるとすいませんね。まあ今マニュアル車ってまあ車好きの人らからしたら結構脚光浴びているじゃないですか。例えばこれ同じ価格帯やったらスイフトスポーツとかも視野に入ってくるんですよ。はい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 。でまああっちは 1.4 リッターなんですよね。でメーターが240まで回る一応ヨーロッパ規格の仕様に近いんで。そうなんですけど、まあこれはね140までっていう感じですけど、まあそれをどう捉えるかっていうのが実はあるんやろうなって思ってて、これでもスイフトスポーツと見積もり比較する価値あるかもしれませんね、はい、そうですね。僕ね、間違いない話、スイフトスポーツはね、はいはい、見積もり取りました。あ、そうなんですねなるほど。やなんでやめたかっていうと、あれ乗せれるガソリンが少ないんですよ。あ、そうなんですか。あの子40しか入れなくて。あ、なるほど。で結局あの燃費だと、江戸まで東京まで走れない。はいはいはい、路面の音もそんなに、はい、タイヤ純正です。そうですね、エコピアか。エコピアもそんなに音がするんで、はい、いいですね、このニュートラルでブレーキかけるのが、はいはい、これがちょっとやっぱりね、 CVT とかオートマ車と違う、止まり方が違うんで。ちなみにクラッチの踏んでる側の足どうです、久々に左足。あ、もう全然大丈夫ですよ。これただ渋滞するとつるでしょうね、これ50のおっさんには厳しい意外と重いなって僕は思ってるんですけど、うん、そうですね、ちょっと重い感じしますね、はい、跳ね返りが強めというか。おお、いい音出ましたね。いい音出ますね制限速度まで、はい、はい、いいですね。これのまたオートマ車と違って違うですね。いい感じですか。いい感じですね。あ、車って感じしますよね。でもあれですね、いろいろこうこれもこれでいろんな車の 思い出的なものがまたこう蘇ってきますね。やっぱ僕らみたいな50から60の世代って言っても 100% の教習所では、はい、あのミッションなんで、はいはい、これであのあれなんですね、綺麗にギアチェンジできないと教習所の教官に怒られるんですよそれをね、はい、彷彿とさせますね僕もそう、一応ミッションって厳しい教官多かったところやったんですけど、はい、僕坂道発進で4回ぐらい落ちてるんですよ。あよくねずれてる人もいましたね教習所で左足をギュッてされたこと何回もあるちょっと昔の感覚で言うとやっぱり、はい、あの軽自動車なんで、はいはい、あの半クラでこう今ローですけど、はい、繋いでいくとちょっと演出しそうになる、はいはい、やっぱりそこはやっぱ排気量の問題もあるんでね。まあまあ持たへんっていうか、うん、持たないですね。まあ僕も2号線で何回か演出して後ろの車がうんって顔すミラー越しにこれがねあれってお前ミッションかみたいな顔はありましたあ、ちなみに関東圏の人はミッションって言わないですね。マニュアル、マニュアルですね。でよく僕ミッションっていうのを動画で言うと、あの
結構指摘されますね。マニュアルね、ミッションって何みたいな。レグラーの時は、はい、オートマ車と言わずに、ね、僕ハンドでしたけど、はい、ノークラって言ってました、ね、あ、そうなんですか。ノークラ、あ、ノークラッチ、はい、オートマはオートマっていうのはノークラ、ノークラッチ、こちらで変わるんですね。関西ではレイコーですけど、関東ではアイスコーヒーです。気をつけてください。そうですね。喧嘩になる、喧嘩になるんですね。レイコーに言ってもらいますけど、あ、これはちょっとずっと乗ってたいですね。こう綺麗につなぐ、はいはい、あ、いい、なるなる、できた、できましたね。なるでしょ。無駄に不可視がないように運転しないといけないんで、一瞬、はいはいはい、回転いいとこで、いい回転するところで繋がなきゃダメなんで、はいはい、あの始めの時より手の持ち方がだいぶ、ね、リラックスします。だいぶいい感じです。あ、いいですね。あ、まあ、ね、これでタコの見方も分かったし、はい、大体こう低い回転数で上手に乗る方法を、はいはい、だいたい2000前後ちゃいます。そうですね、僕ね、だいたい1500から2000ぐらいでうまく乗ると燃費がいいのかなみたいな、はいはい、前とエンジン一緒なんですか。 N ボックスと一緒です。 N シリーズは確かこれも位によって、エンジン変わるわけじゃなくて、みんなエンジンは一緒、一緒で、ターボかノンターボか、ノンターボか。これ多分前の方ですよね、が多分 A っていう方で、今回 B になってるはずです、ね、最後あれですね、坂道でもう一回、そうですね、ちょっと昔の車5速までしかなかったので、こう6速の感覚が、はいはい、ヨーロッパ車しかなかったですからね、はいはい、あ、6速までは、そうか、あの半分ぐらいまでありますね、十分です、はい、4速でこんだけ加速してくるんですよ、今で4000回転ぐらいまで、そうですよね、はい、だから日常使いの回転数もう全然余裕で、これ問題ないですね、問題ないんですよ。でちょっと6速で坂道なんで、ちょっと伸びない、ちょっともっちゃりしますけど、はい、ターボ回ってくれてるんで、はい、加速しますね、いいですね、はい、加速するんだ。加速するんだ、これ加速してますよ、追い出せます、すごいな。150キロぐらい今乗ってる状態です。すごいなこれ、ね、昔の軽やったら考えれないですよね。軽だったらもう止まってますよ、うなってますよね、はい、うなってます。どうですこの車、これいいですね、これあの通勤通学には非常にいいですね、はいはい、これしかもこうマニュアルミッションっていうのがいいですね、マニュアルいいですね。だからライバルで言うとアルトワークス、はい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 、外車で言ったらルノーのトゥインゴの S、うん、あたりになるのかなと。ターカーを考えてる人、これ一向の余地ありですね、うん、考えてるでしょ。で価格的に言ったらスイフトスポーツが視野に入ると思うんですけど、うん、だから維持費で言ったらこっちの方が安い、安いですね。維持費考えると置き場所も狭いところで置けるんでいいかもしれない。そうですね。でまあ、S6 と性格は正直パートレインは一緒ですけど全然性格は違う。わかるわかる。楽しんでいただけました。いや楽しいっすこれ。はい、こんな感じで。面白かった、面白かったですか。面白かったですこれ。何年ぶりですか。これね、何年ぶりでしょうね、十何年ぶりだと思いますよ。ね、それでも乗れましたね。やっぱもうスズメ100までなんとかこれ面白いですね、はい、あ、通勤にいいんですねこれね。ボケないでしょ。ボケない、通勤かボケなくなる、うん、ボケ防止におすすめです ね、 これ ね、 ね、特に50代60代の方、そうですね、子育て終わった夫婦の車としては、はい、まあ荷物も後ろ詰めるんで、詰めます、十分、買い物にも十分だし、はい、いいじゃないですか、加速もいいし、そうなんですよ、山道走れるし、うん、そうなんです、いい、まあ検討できる方はぜひとも一回ディーラー行って見てもらえたらなと思います。一回乗ってみたら面白いでしょ。
これはちょっと市場の価値あり、ね、価値ありやと、うんうん、おすすめおすすめ。多分乗り比べれる車も多分そこそこあると思うんで、うんうん、その中の一個には。これだからリッターカーのターボ結構出てると思うんですけど、はいはいはい、それとこれと乗り比べてみたら面白いかもしれない。あ、感覚そこで掴むと、うんうんうん、あ、思ったよりいいかもになるっていうパターンはあるかなと。ルークスの1000のターボを試乗したことありますけど、ちょっとすごい感覚的に似てるので、はい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 、ちょっと乗り比べてもいいかもしれないね、これ。なるほど、うん、はい、いろいろこう乗っていただいて、意見が出てきましたが、まあ、ぜひいろいろ検討の材料にしていただけたらなと思います。はい、はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。